他の診療院岡野です、えー、病は気からとよよく言いますよねこれ病だけじゃなくて実は老いですねこう年齢を重ねていくことによってだんだん体が弱っていくっていう老いっていうのも実は気からっていうふうなことも、えー、もしかしたら言えるんじゃないかなということを、えー、今日はお話ししたいなというふうに思います。えー、とプラセボ効果とですね言うんですけれどもプラセボ効果ってまあプラスの、えー、自分の体がある意味ポジティブな方向に。 いくような効効果果でですけれども逆のえっ、ー、とノセボ効果っていうんですけどこれはこ自分の体とか、えー、メンタルとかそういうものがこうネガティブな方に、えー、傾いていってしまうような効果なんですけれどもそれっていうのは、えー、じゃあおそらく老いっていうのはそのノセボ効果っていうものによってさらに加速していってしまうというところが、えー、この世の中には あるんじゃないかなっていう話をまずはしていこうというふうに思います例えばですね、のせぼ効果でいうとまあ、えっと年齢を重ねていくことによって自分はもう若くないなっていうふうに思うきっかけっていうのは一つあると思うんですね、えー、例えばですね、髪の毛が白髪が生えてきてしまったりとか髪の毛がどんどん抜けていくとかですねあとは、えー、シミとかシワが出てくるとかあとは筋肉が低下して体が動かすのが多くなってしまうとかですね あとは歯が抜けていくとかっていう状態が、えー、ある意味ですね若くないっていう逆の期待が、えー、それを増幅させてしまうのが今言ったような、えー、自分の体の状態っていうんですねそれをまあ意味付けというふうに呼ぶんですけれども、えー、じゃあそれをですねプラセボに変えていくためにはどうすればいいかってことを考えるわけですね。期、えー、期待待若、えー、若いいい自分はまだ若いぞっていう,ふうな期待を えー、想起させるるようううううななな意味付けといいのが必要ににってくるかなというふうに思うんですね例えばですね白髪が出ているのであれば白髪を黒く染めるとそうすると髪の毛の状態っていうのは、えー、黒い状態になりますねあとは、えー、髪の毛が抜けてってハゲていくようでしたらね髪の毛を短くしてちょっと若々しく見えるようにしてみるとかあとは、えー、女性の方だとシミとかしわが出るようであればお化粧をしてみ、えー、るとか。 あとは筋力低下するのであれば運動して筋力を鍛えるあとは歯が抜けるのであれば入れ歯をするという感じで自分自身が見た感じちゃんとそんなに老け込まないで若々しくいられるような工夫っていうのがおそらくプラセボの意味付けになってくるだろうということが言えるんですよね。ほかにもですね結構この世の中であるものでですね そのノせボ効果って言って自分の体をこうネガティブな方向に向けていっていくようなえっとなんていうんですかね考え方とか価値観とかえそういうのが結構あるかなっていうことがえ見えると思います。例えばえ医療の現場で行われているインフォームドコンセントってありますよね。抗がん剤の副作用っていう話をもうめちゃめちゃ詳しくですねインフォームドコンセントで患者さんに言うと。 その副作用がより出やすくなってしまうという効果が考えあるというふうにも言われてますねさらにもうちょっと違った例でいうと高山病ってありますよね標高の高いところへ行くと頭痛がしてきて吐き気が催してきてひどい時だと死んでしまうっていうものですけれどもこれも 山高い標高の高い山に登る前に高山病について詳しく説明されたグループとされてないグループだとされてないグループの方が高山病にかかる、えー、リスクっていうのは少なかったとかですねあとは、えー、言葉もそうですよね例えば、えー、今「健康寿命」っていう言葉がありますよね。えー、男性だと 72歳とかかですかねでそれ以降はその病気がちになっていって体が衰えていってしまう傾向になるよっていうような話がありますけれどもこれもですね、えー、自分はもう健康寿命ただし72歳の男性の方の場合あ自分の健康寿命って今ここ,こ,こまでなんだなこれからはもう体が弱っていくような病気がちになっていくんだなっていうふうに自分の中で勝手に決め、えー、つけてしまうような傾向が 出てくるんじゃなないいかなととうことは考えられますそういう意味で言うとこの例えば「後期高齢者」とかですね嫌な言葉ですよね、えー、75歳以上ですか分かんないですけどその後期って何が後期で何が前期なのかっていうのもいまいちつかめないですけれどもイメージとしてはあんまりいい言葉じゃないなというのが、えー、このプラセボ効果とか「ノセボ効果」っていう意味ではノセボ効果の方を、えー、助長していくような、えー、言葉の使いになってるんじゃないかなと。 いうことが言えるわけなんですねそういう意味で言うと、まあえー、死ぬまでですね元気で生きるための心構えというふうな意味で言うと自分自身のイメージをできるだけそのいいイメージの状態でですね日々生活できるような工夫っていうのが必要だろうというふうに思うんですよね、まあ。ただし、えー、客観的に自分自身を見つめる視点っていうのはも,もちろん必要だと。 いうふうふに考えられるんで、まあ、あのまさにあの使いやすい言葉で言うとバランスなんでしょうねただ、えー、自分が、えー、より良い自分でいられるような自分自身への、えー、主観的なイメージとあとは客観的な自分自身の、えー、を見る、えー、冷静な目っていうその2つの視点が、えー、これからより、えー、よく 生きるためには必要なななんじゃいいかなととうことを、えー、考えました、まあ、えー、どうすればいいのかなというところなんですけどもまあ例えばですね自分自身の感情ってありますよねこう楽しいなとか嬉しいなとかあとは欲望っていうのがありますこういうふうにしたいあれがしたいこれがしたいっていうですね、えー、それについてっていうのは、えー、そんな理由っていうのはあんま考えすぎなくていいのかなと。 いうふうに思うんですよね、まあ。もちろん社会的にですねあの迷惑をかけるような、えー、自分の感情であればそれは抑制させるべきなんであろうというふうに思うんですけれども特にその人様に迷惑をかけるような、えー、感情でないのであればそれ自身その感情に対しては、えー、素直に生きていいんじゃないかなというふうに思うんですよね。こう 相手がこうこういう風に思ってるから自分もこういう風に思わなきゃいけないとかですね。相手にこういう風うに思われるんじゃないかなっていう風うに思うからその自分のやりたいことっていうのを我慢してしまうっていうのは、えー、とてももったいない生き方なんじゃないかなという風に思います。ですので、えー、自分自身のですねこれはやりたいことっていうのは、えー、自分の中で分け起こってきたものがあるはずなんでそれ自身それに対してはこう素直に表現していくのが やっぱり、えー、楽しく生きるためには必要ななことかなとかいう,ふうに思います。そう、自分が自身がこう幸せかどうかっていうのはやっぱり自分自身が決めることだと思いますし、えー、自分の人生の歩き方っていうのはですねやっぱり自分自身で、えー、決めていくと。で自分自身がどういうふうに感情が動いてるかっていうのは自分自身の感情なんで人にどうこう言われるようなものではないわけなんですよね。 周りに合わせる必要があるべきところはあるでしょうけれども自分の内面に関してはそんなに、えー、合わせる必要はないないことはないかな、うん、でもまあえー、ない方が、えー、自分にとって誠実に生きられるんじゃないかなというふうに思います、えー、それっていうのは、まあえー、私たちが、えー、神経師がですね取り扱っている健康というものにも言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね 健康かどうかっていうのはもしかしたら自分自身が決められるものなんじゃないかなというふうにも、えー、考えるわけなんですね。あの例えば、えー、病院で検査してこ,うここに異常が見つかったとしても自覚症状がない状態で自分の精神的なところではですね特にそんな気にするようなものでないのであれば自分は健康だって言っても全然差し支えないんだろうというふうに思うんです。まあ、客観的にはいずれ、うん こう自覚症状として現れてくるようなものであるならばですねちゃんと検査を受けて病院で治療しながら生活していくっていう選択肢を取るべきだろうというふうには思うんですけれども自分自身のこう内面でですね自分は元気で楽しく日々を過ごしているよっていう実感があるのではそれは健康であるというふうに言っていいというふうに私は思っています。ううで,ですね自自分自身は健康で 生きるっていう,ふうなことは、えー、つまりはですね自分自身がその健康であるっていう実感があれば、えー、病院とか健康診断でどういうデータが出てきてもですね、えー、それは自分の健康感とは関係ないものというふうに考えていいというふうに思います。そうですのでまあ、えー、と客観と主観というふうに申し上げましたけれども。 客観的に見るべきものと、えー、主観的な見るべきものっていうのを、えー、ちゃんと明確に、まあ、明確に分けられる部分っていうのはなかなか少ないですけどねただし、えー、自分自身の生きてるこの世の中っていうのを客観的に見る目というのと自分自身がそこの中でどういうふうに、えー、生きていくべきかっていう,こう生きたいかっていうですね自分自身のこう内面を見つめる主観っていうこの2つの視点っていうのは、えー 持っておいた方が、えー、より良い人生を、えー、生きていけるじゃないかなというふうに、えー、思いますのでこういう、えー、動画を上げさせていただきましたまあ、病は木からといっても、えー、老いも木からということで、えー、死ぬまで元気に生きるための心構えみたいな感じで、えー、聞いていただければというふうに思いますのでよろしくお願いします 一応こちらのチャンネルはですねこういった感じで健康に関するお話とかあとは針のエビデンスとかこのプラセボ効果とかノスボ効果についてお話ししていくチャンネルとなっておりますので、えー、健康とかですね針に興味ある方はです、ね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。